Okay. 姫子、どう思う？彼女の話は信用できない。意図的に誘導しようとする要素が少なくなかったわ。でも私は最悪の可能性を心配してるの。だとしたら、それは高確率で時計。え？なんでそうなるの？極端な状況は置いておくとして、無境の異変を推し進めようとする意図。誰かが外部の勢力を引き入れ、ファミリーに揺さぶりをかけ、ピノコニーを掌握しようとしているから。だが、招待状の暗号文、そしてファミリーの反応を見るに、前者である可能性が高い。つまり、七死人の暗号文を発信した人物と無境の異変の黒幕は同じ陣営、もしくは同一人物かもしれないってこと。でもそれって何の説明にもなってなくない？やり方だけなら愚者やリドラーにだって真似できるし、カンパニーだって解読に成功したんでしょ。美月ちゃん、落ち着いて。これはただの可能性よ。でもこの暗号文がただのいたずらじゃなくて。次は俺が発見したことについて話そう。残念ながら悪いニュースだ。確かな筋からの情報によると、ピノコニーで銀色の鎧を着た。その結果、これを手に入れた。ほら、送っ。5本は聞こえる？久しぶり、請求列車。ピノコニーは楽しかった？これってあのハッカー娘。ハッカー娘。真面目な話をするけど、あなたたちがピノコニーの異変を調べてることは知ってる。むしろワクワクしながら見させてもらってる。ファミリーは何かを隠してる。そうでしょ。こっちも掴んでる情報があるから。このコードはあなたたちのドリームプール、あの夢を見るための装置に入力して隠しマップに行ってみて。それとサムのことはもう聞いてるよね。楽しみにしてて。あいつは単純な性格で正々堂々と。いや、自分を、自分を、自分を。人の中たちと気が合うと思う。エンブロニア。ちょっと、そういえばあいつからの伝言があるんだと。たどり着けない夢の中で、まもなく演目の幕が上がる。が、性格ハンターのやつら。ピノコニーにまで根を張ってるなんて本当にしつこいんだから。情勢は明らかになった。宴の星は見かけほど単純ではないようだ。時計屋の遺産をめぐり、ファミリーを含む多くの勢力がそれぞれの目的を持ち、その遺産が何なのかはまだわからないが、妖火騎士サム、グラモスの鉄器の残党で、これは脅迫状だ。銀狼が言っていた隠しマップとは、ファミリーに聞かれたら、列車組が性格ハンターを追っていることを正直に話そう。これで意見はまとまったわね。それじゃ戻って。ブラックスワン、列車組はあんたに協力するわ。任せて。皆さんを失望させたりしないわ。あんたたちは自分の部屋に戻ってちょうだい。夢に入る準備をして、うまくいったら無境ホテルのロビーで落ち合いましょう。俺は現実に残って君たちの安全を確保する。必要ならファミリーとの交渉も行おう。それで問題ないか、ブラックスワン。この手で仲間を救ってみせても信用してもらうのは難しいのね。もちろん問題ないわ。ただ私の心は少し傷ついたけれど。そっちは頼んだわ、ベルト。私たちは無境の真実を見る準備をしましょう。しばらく忙しくなりそうだけど、ホタルは現実に戻れたのかな。気になるけど俺には連絡手段がない。ブラックスワンに聞いてみるか。落ち着きがないわね。あの子のことが心配なの。
気になることがあるなら遠慮なく言ってちょうだい。この世にメモキーパーほど心理療法士に向いている存在はいない。Learn some beautiful people by yesterday's better, yeah. 気にしないで。これは私がやるべきことだもの。何しろあなたは特別。特別だからこそたくさんの目があなたを見つめている。安心して、あれは現実の目覚めにしかつながっていない。あの子が強い意志で望まない限り夢から覚めないなんてことはありえない。少し嫌な思い出があるようね。でもこの協力はあなたにとっても私にとっても列車組にとっても賢明な道であることは間違いない。そうでしょ？わかる。もちろんここに来たメモキーパーは私だけじゃないわ。ピノコニーはファミリー以外の派閥を初めて公に招待した。ガーデンはこの歴史的な瞬間を記憶に留めなければならない。だからあなたも他の人と協力。ねえ、あなたたちを守るために夢。そうね。じゃあ、親愛なるお客様、ピノコに。Lie down in the drink pool.見慣れた部屋に戻ってきた。おい、やってるの？どうしたの？気分でも悪い？そう、あなたが奥室に敏感で、その苦しみは私が楽にしてあげる。彼女たちはすでにそれぞれの部屋で目を覚ましたわ。これで気兼ねなく私。ナノの部屋は端の方だったな。まずはナノと合流しよう。あなたが何を考えているのかわかるけど、残念ながら記憶域に足を踏み入れた瞬間から現実の建物構造は意味がないの。Where are you? Where do you go? 同じようにナビゲーターさんの言うロビーを見つけるにはこの足取りもおぼつかない哀れな子たちは。彼女は。ここはまさかスタッフがいないのか。ん？どうしてあなたたちが。その言い方は正しくないな。私はただ自分がどこにいるのかわからないだけだ。二人とも挨拶はそのくらいにして、今は力を合わせてこのおもてなし好きの子たちに帰ってもらいましょう。力を合わせてか。光栄だな。定められた奇跡。協調よ。ギブアップか。落ち着いて。占いましょう。そうよ、一体。やっと静かになったな。ところで、
二人はどうしてここに？それはこちらが聞きたいのだけど。あなたたちが思っているほどことは複雑ではないと思う。これは全部ある仮面の愚者の仕業なんだ。おそらく私の何気ない言葉が彼女の気に触ったんだろうな。眩しい光が目に入ったと思ったら、その直後にはここにいた。あなた隠す？メモキーパーの前でそんなことできるわけがないだろう。いや、そういう意味ではなくて今のはただの言葉のあやだ。とにかく二人ともいいところに来てくれた。この無境は危機に瀕している。私ならあなたたちを守ることができる。そして記憶域では私もメモキーパーの助けが必要だ。それはあなたはどう思う？ありがとう。心から感謝する。またあなたに同行できて光栄だ。That you will come home early if I accept you like this. それが本心だといいんだけど。I will believe in you. I will need a 50-50 and come home early with your stigma. I mean, light tone. That's why I accept you as soon as possible on my team. I should not, baby. I just fall in love. What?この部屋、どうして上下が逆さまに？記憶域の形は刻々と変化しているの。今いるのがその天井だが。ヨミさんの言う通りね。とにかく上にある地面まで登らないと、あなたたちに記憶域で行動するための小技を教えてあげる。わお。どう？奥室があなたの周りを流れているのを感じる。次は適当な場所を探して壁を歩いてみましょう。成功だ。まさか本当にできるとはな。メモキーパーにとってこの程度の記憶域は子供の遊び場に過ぎないわ。さあ正門から出ましょう。願いましょう。うまくできたわね。あなたには記憶の才能があるわ。What? What the freak? はOkay, I still thinking maybe needs look better for Kafka main cosplay. What? We still in the topic, ah? Are we still in the topic? Why are we still in this topic? エタがある。ロビーのものとそっくりだな。これに乗れば目的地に着くはずだ。でも。全部ほら、そんなに簡単ではないと言ったでしょ。ここはどこかしら。このドアも鍵がかかっているのか。このままじゃキリがないわ。オッケー。 Sorry, this thing bothers me sometimes. この記憶域は歪みすぎているわね。ああ、あった。この無境の中心が見えたわ。ファミリーの人間がいる。他にも何人かが手探りで進んでいるみたい。あなたの仲間もうまくいっていないようね。は？ペプラ？一人、二人、三人。え？三人？この三人目はロビーへの道を探している。前に
あなたと一緒にいた女の子。私にもわからないけれど、記憶域に見覚えのある影があって、 彼女には何か無教に入らなければならない理由でもあるの？彼女は走ってる？いえ、これは逃げてるのかしら。まずいわ、二人とも先を急ぎましょう。事態は急を要するわ。今回は例外的な手段を使ってあなたたちを連れて記憶域を突破するしかない。記憶域から彼女の思考をいくつか拾い上げたの。これはあなたたちが彼女に対するイメージを組み立てるのを助けてくれる。この思考を頭の中でしっかり掴んで整理して形にしてちょうだい。さっきよく知っている、早くここを通り抜けて。I'm on the way. Firefly, wait for me. Maybe my Archeron this time. Whoa. Archeron is way too sexy, okay? So yeah, I don't think I will be cosplaying as Archeron. If Kafka, yeah, it's doable, but if Archeron, no. It's not doable.に向かって人々はなぜ眠ることを選んだのか。私はね、夢から覚めるのが怖いからだと。 That's Venti, but 気をつけろ、近くから危険な匂いがする。二人とも警戒を解かないで。No! あなたは大丈夫か？We must find the final one! This is a dream. This is a dream, yeah. It's meant to be a dream. 落ち着いて。This is a dream! いいな。私がやるわ。落ち着いて。あなたは大丈夫。こんな時に申し訳ないのだけど、私はしばらくここを離れなければならないの。まだ死はうろついている。姫子さんと美月さんの安否を確認して警戒を続けないと。彼のことはあなたに任せるわね、ヨミさん。ヨミさん、わお。こんなことになってしまってすまない。あの少女に気を取られて見過ごしてしまった。私のためらいが彼女を死なせてしまったんだ。
本当にすまなかった。だがあの時私が刀を抜くことを選んでいたら。Please don't say anything, please. すまない。私に選択の余地はなかったんだ。ああ、そうだな。だがまだその時じゃない。純粋の前に私たちは真の敵がどこに隠れているのか、それに対抗するにはどうすればいいのか、しっかり考える必要がある。心の痛みに思考を振り回されてはいけない。自分を保たなければ正しい道は歩めないんだ。敵に情けをかける必要はない。それは己に対する残酷な行為だからだ。だが真の敵が誰なのかはしっかり見定めなければならない。以前こう諭されたことがある。あなたは刀を振るう意味と代償を知らなければならない。これは多額の血の負債を抱えた人間があなたに送れる唯一の忠告だ。二人とも、ただいま。姫子さんから伝言よ。悪いニュースと、いいニュースがあるわ。Hey, mate, I don't want to hear the bad news. Hey. 状況は分かったわ。あんたは彼を連れて安全な場所まで避難してちょうだい。余裕があればそのホタルのことを先に調べても構わない。後でクロックボーイの彫像の前で合流しましょう。そういうことだから姫子さんに頼まれたと。ああ、still cannot believe that I just lost my life. 現実に戻ろうと思うの。あなたが無事でいてくれてよかった。出発しましょう。話の続きは安全な場所に着いてからね。ブラックスワン、転送ゲートを開くつもりはないのか。転送ゲートを使うのはおすすめできないわね。彼の精神状態はまだ不安定だから、さっきのような乱暴な移動はできるだけ避けたいの。それに撤退するときに蛍さんのために何かできることがあるんじゃないかしら。この辺りには彼女の痕跡が残ってる。それが完全に消えてしまう前にあなたたちの記憶にしましょう。 Why is your family trying to kill Hotaru? それもいいな。それじゃ出発しましょう。すまないが、あと数分だけもらえないか。まだやり残したことがあるんだ。死があなたの長い夢を終わらせますように。そしてあなたを目覚めの世界へと導きますように、はあ、行こう。こっちよ、ついてきて。ベビー、 I really hate this kind of place。どういうこと？屋室が急に暑くなった。あなたも気づいたか。これは
焼け焦げた残骸。かすかに火が残っているな。この様子だとまだ犯人は遠くには行っていないだろう。しばらくは歩くペースを落とした方が良さそうね。What? このモンスターは熱兵器か何？このモンスターは燃える記憶ばかり。この気をつけろ。この痕跡は新しい。おかしい。この痕跡はその手がかりだけでは。あなたの直感は何と言っている？以前これらの残骸の記憶から判断する。わお、その人物は大柄で、彼はロビー側のドアから入ってきて、わお、ホテルのさらに奥へと向かって前言撤回。できるだけ早く蛍さんの姿が焼き付けられた記憶域に行きましょう。彼の目的地もそこだったとしたら、もう現場に。二人ともこっちよ。できるだけ安全な近道を作るわ。見て、ロビーを離れると構造が乱れる。その廊下を通り抜けて、ミームを驚かせないよう気をつけてちょうだい。これはまさに目を奪われる輝きだな。この部屋なのか？ What kind of room is this? 正確には、 Yeah, I don't ここ I want to go away. そうじゃなきゃ近道。 What do I pick? ちとは言えぬ。二人はメモキーパーのように物理的な構造物を通り抜けることはできないけれど、簡単よ。この大きなシャンデリアが見える？前に教えたことを覚えてる？奥室の流れを感じて、壁を歩いて、そしてそれに近づく。おい、
I've been ambushed. How dare them to ambush me? また大切な記憶が増えたわ。いや。ほら、一人ぼっちのチェーンがいるでしょ。それに挨拶をしてみて。ほら、常識にも合っているし、簡単でしょ。ここから飛び降りるのか。大丈夫。私が少し操作して。さあ、準備して。本当に無事に着地できた。メモキーパーがいないときは真似しないようにね。いや、それじゃあ、噂を聞きつけてやってきた好奇心旺盛な子。ダサーシュッ。協調よ、みんなそこで深淵を迎える。ユニア立ちなさい、消火勝利。やっぱ急いで。さようなら。落ち着いて。食べる火花を見せてやろう。最悪の力、よそ見すんな。立ちなさい。これで邪魔者は消えたわね。さあ、ちょっとしたマジックを披露してあげる。マジック準備はいい？これはホタルか。ええ、この部屋に残された彼女に関する記憶よ。地面のわずかな振動、スクリーンを横切る反射光、屋室の流れ、前後関係については少し整理する必要があるけれど。さあ、急いでちょうだい。この規模の記憶の再現は私の消耗も激しいから。あの時彼が出会ったあれは、私が間違っていなければ、きっと時計屋と関係がある。彼女、あなたの名前を挙げたな。
影でもそう呼んでいるならともかく、彼女は自分の発見を誰かと共有していて、だが彼女はまだ自分が被害者になることを知らない。 I'm resting my eye. I'm not sleeping.彼女、あなたの名前をあげたな。影でもそう呼んでいるならともかく、彼女だが彼女はまだ自分がもししきりにスクリーンを見つめているが、落ち着いて、ホタル。落ち着くの。緊張しているように見えるな。そうね。何が彼女をそんなに緊張させたのかしら。今までの情報をまとめると、蛍さんは同行者と、該当するのは一人しかいないはずだけど、一緒にこの回廊に入ったようね。どうしてこれじゃ約束と違う。状況が変わり始めたな。例の同行者は当初の計画から逸脱しているようだ。もしくは結果から判断すると、ミカ、彼女は誰かに迫られてこ興味深い。これまでの言葉から推測すると、ホタルの同行者は途中で彼女を裏切り、この部屋に閉じ込め、そして自分も行方不明になったという。彼女はこの取引は時計屋に関係があると言っていたわ。時計遺産を横取りしたかったのか、事情を知る人間を一人でも減らしたかったのか。ホタルか。これはあくまで最悪の過程に過ぎないわ。彼にはもっと気になること、または確認が必要なことがある。もしくは確認している最中なのかもしれないわね。横の廊下から出る以外彼女に道はないわ。変幻自在の通路は、残念だけれど、この道は最終的に死の巣窟へつながっている。Who betrayed her? Yeah, I don't know.ICP, yeah, a little bit.
To be honest, I haven't had enough sleep yet. そしてこれが。Oh my god, this is the final one.結末。二人とも。あそこ誰かが待っていたようね。いよいよ表舞台に出るつもりなのかしら。性格ハンター。セン気をつけろ。巡回レンジャーにメモキーパーこのまま去れば誰も傷つきません。でなければ全員死にます。わお、チーブロー、チーブ。探偵ごっこは終わりです。あなたたちはここにいるべきではありません。いいところに来たわ素晴らしい時はさようなら。さようなら。消滅開始。満タンで十分。落ち着いて占いましょう。どうよ一体。どうよ一体。何を知りたいの。立ちなさい。記憶を。みなそこで深淵を迎える。ルビーゲストインフィニッシュフォーモーコンテンツ。大会に火をつけ。砲弾を持ってみるべし。現実に戻ったら全ての人に伝えてください。あなたたちの旅を終わらせたのは性格ハンターだと。焦土作戦実行。世の万物人事ない。運命の選択では。落ち着いて。素晴らしい時さようなら。オーマイゴッド。占いましょう。ブーンダーゲン。アクション2実行。消滅開始。おーチーム。何を知りたいの。最悪の誓い。おお、ナイスアクション。ロック、処刑。イエーイ。転換。チルさん、チル。移ろいゆく場は皆そこで深淵を迎える。そうよ一体。世の万物人事なす。呼吸するその感覚。殲滅プラン。アクションは実行。遭難に過ぎない。素晴らしい。さようなら。さようなら。協調よ。全員しか。不利などない。消火勝利。殲滅開始。痛くないの。陰陽転換。運命は選択。最悪の誓い。デミ。そうよ一体。妖怪起爆。世の万物人事なす。アクションは実行。ないわ。立ちなさい。素晴らしい。さようなら。
湘南に過ぎない。強制採択、ソード作戦実行。アクション2実行、消滅開始。恩義を転換。デこうなった以上、おうおうおう、この舞台は譲ってあげましょう。素晴らしいショーを見せてもらったよ。